ナーン県はタイ、北部の県の一つ。ウッタラディット県、プレウ県、パヤオ県と接し、ラオスと国境線で接している。森林豊かな山地に囲まれたナーン川を中心に県が展開している。県内最高峰の山は、プーケー山でラオスとの国境付近にある。詳細はカー王国、ナーン王国を参照。過去には独自の王国を持っていたが、 山に囲まれているため他の王国との接点は非常に希薄であった。ムアンプワを中心に13世紀にカー王国が成立したが、この王朝はラーンサーン王と結族関係にあると言われる。しかし、地理的に県南部からの侵入が北部からの侵入より容易であったため、スコー大イ王朝の干渉が大きかった。その後14世紀にプーカー王国は戦闘し、 現在の県庁所在地が王朝の中心となった。15世紀にはスコータイ王朝の権威が下がり、カー王国の主導権はラアンナータイ王国が握ることになった。1443年、カー王国のケンター王はパヤオからベトナム軍が侵略してくると称し、パヤオを占領する許可と援軍をラアンナータイのティローカラートに持ちかけた。 これは一種の流言であったがこう奏し、6年後にはパヤを落とした。ラーンナー隊がビルマ軍の手に渡った時、カー王国も一緒に占領されたが、この時何度も抵抗を見ている。しかし1714年には完全にビルマに主権が渡ってしまう。その後1788年にはビルマの占領を解き、南王国に主権が渡された。 その後1893年のパークナム事件により、県の大部分をフランスに割上した。ナーンが独自の王朝を持っていたとはいえ1931年には完全に大量となった。60年代から70年代にかけて、少数民族による共産主義ゲリラ、対人民解放戦線の反政府活動が盛んで、政府軍と衝突を起こした。 1967年には101の村の立ち退き、数万住民の移住、数千の死者を伴う大規模な衝突が起きている。現在少数民族は大政府と和解し、反政府活動は沈静化している。10.5%は山岳少数民族である。検証の案件は15の軍に分かれ、その下に99の町と848の村がある。 ありがとうございます。